こんにちは、速稼塾の久保です。今日から4月になりましたね。まあ、とりあえずはトレードは解説をしていきますけども、エントリーは基本的にしない方向で来週まで持ち越そうかと思います。ですんで、きちんとねトレードするの4月4日からってことになりますんで、今日のところは今までの動きとこれからの予測ですね、こちらの方を合わせてやっていこうかと思います。それでですね、3ヶ月や半年ならまだ下なんですけども、1年以上 FX に関わっていてまだ思うように相場が見えなかったり、利益がコンスタントに埋めてないってことは、これねやってないんですよ。何をやってないかっていうと、基礎的に覚えることを覚えてない。そしてフォーメーションをマスターしてない。フォーメーションって言ってもね、テクニカル分析の中のフォーメーションなんですけども、まあ、これについてはね、テクニカル分析のフォーメーションって何って方は、4つの手法をお伝えしますので、そのフォーメーション分析について、またね、聞いてみてください。お答えしますんで。今回は長くなりますんで割愛しますけども、まあ、基礎用語を覚えてないってことと、フォーメーション分析を理解してない、つまりテクニカルをやってないってことは、これ勝てないですよ。うん、で、そこにはしっかりと時間を使ってください。それがマスターできるようになったら、もうね、朝ちょびっと、昼ちょびっと、夕方に決済ぐらいのコンスタントな、相場の見方だけで勝っていけるようになります。逆に、それやってないと勝てないですよね。だからね、先ほども FX の疑問質問にお答えしたんですけども、忙しい中でも勝てますかってことなんですけども、忙しい中でも勝てるんですけども、でも、勝てる要素を積み上げる部分は、みっちりとやらないとダメですね。私の経験で言うと、1日10時間が1年間でした。GWBS ってね、スパルタ式の与沢翼さんのスクールに入ったんですけども、最初1900人参加されたそうなんですけども、最後は100人も残ってなかったそうです。ね。これ考えると FX で勝つことってのが、どういうことなのか理解できると思うんですよ。ですんでね、結果的に簡単に稼げるようになります。結果的にはね。でもその結果的にの過程は、楽じゃないと思いますね。覚えたくないことを覚えてですね、身につけてもしょうがないようなことを、一見しょうがないようなことを毎日やるわけですから。でもそこを通り抜けると、世の中のお金が全部自分のものっていう感覚になりますだから全然ね、全然違ってきますよ。例えばこれから値上がり始まるじゃないですか。じゃあトレードの回数増やそうかなぐらいのもんなんですよ。だから自由な時間と自由なお金、これは永遠に自分についてくるんじゃなかろうかっていう思いとともに、油断しちゃいけないなっていう、そういったね、リスクヘッジにもシビアになってきますんで、人生が改革できると思います。はい、それではね、しばらく相場解説お聞きください。こちらです。まずね、月が変わりましたんで、月足を見たいところですけども、今回はですね、週足の方から行きましょうか。月足はね、相変わらず右肩上がりですから。で、今見ていただいてるのが、1週間の変わり目なんですけどもね、今日が金曜日ですから。ご覧のようにね、この辺りからずっと上昇トレンドでしょ？ね、これ毎週毎週お話してますけども。こうやって補助線引けます？補助線引いてくださいね。で、ここまで行って、ってことなんですよ。この縦の赤い線は、これはチャンネルラインですから気にしないでください。こうやってチャンネルラインっていう言葉もさらっと出ますけども、それが何を意味するのかわからなければ、私の言ってることわかんないでしょ。だから基礎用語は暗記してくださいっていうことを申し上げています。はい、で次ですね、デイリーの方行く前にちょっとこれ見てみましょうか。 FX で最も簡単に勝つ方法の一つとして、1週間の時間軸、1日の時間軸で、4時間、1時間足を順番に見て、例えば全部が右肩上がりだったら、今見ていただいてるのは右肩上がりの図ですけどもね、全部が右肩上がりだったら、まあどこの時間軸でエントリーするにしても、倍でエントリーすれば、ほぼ負けなしです。まあ私たちの場合は1時間でやり取りしてますから、ですんで、このね、全時間軸が上に向いていて、ピタッと一致していたら、まあ何も考えずに、細かいこと考えずに、倍でエントリーすれば、まあ負けることはないですね。それでも負けることがありますけどね。うん、でも珍しいです、負けることは。で、問題なのは、全時間軸が一致してるんではなくてね、例えば、ここが、まあ考えにくいんですけども、下に向かってるよって場合があるとしたらなんですよ。どう判断すればいいかってことが迷うでしょ。こんな感じにしておきましょうか。はい。例えば、1週間が上に向かっている、1日軸が下の方に向かっている、4時間が上で1時間が上、この場合
1時間でエントリーするなら、倍で構いません。4時間でもそうです。1日足の時だけ、売りにかけてください。そして1週間足でエントリーする方は倍です。で、こういうのがあります。最も簡単でしょ？でもこれで全部 FX が攻略できるわけではありませんからね。これも判断の一つの要素になるっていうだけです。じゃあ、話を元に戻します。はい。じゃあ、デイリー見てみますね。デイリーを見ると、何度も言いますけども、ここがブレイクポイントになったわけですよ。上に行って跳ね返る。上に行って跳ね返る。これが2つ集まったんで、この価格ってのがブレイクポイントになるなっていうふうに決めるわけなんですよね。そうなると、ここで弾かれて下に行くのか、そうなった場合は、レンジが継続です。でも、ブレイクアウトを狙うなら、ここで突き破って上昇したことを確認して、バイでエントリーすればいいよってことをずっとこの1ヶ月お話してきたわけなんですよね。で、その後は全時間軸の動きもあって、ぎゅーっと上に急騰して、120円に行って125円に行ったということです。125円に行くと、たくさんのポジションが決済されますから、上級者のポジションがね。だから大きなヒゲを出して、帰っていったってことになります。初心者の方のエントリーを巻き込んで、ロスカットを巻き込んでここまで降りていくわけなんですよ。プラス上級者の方は、決済した瞬間に今度売りを立てますからね。これもお話しましたけども、そういうメカニズムで、このヒゲと実体っていうのができてますから。じゃあ次行きましょうか。じゃあ4時間のね、時間軸を見たときに、人が何を考えるかですよ。気づいている方は昨日お話しましたけども、ヘッド&ショルダーを意識しますね。で、一人の投資家として、おいおい、他の奴らはヘッド&ショルダーを意識して、これから売りに向かうんじゃないかっていうふうに判断したら、その人は売りのポジションを立てておくんですよ。そうするとね、似たような考えの人、上級者の方がある一定のロットでここに売りポジションを立てますから、本当に落ちていくんですよね。初心者の方が低いロットを入れたところで何の影響も及ぼしませんが、この形に気づけるのってのは上級者です。まあ中級者以上ですね。初心者でも気づけるかもしれないですね。でもこのヘッド&ショルダーによって大きな資金を持ってる奴が売りにエントリーするに違いないっていうふうに、以心伝心するほどの、中級者上級者っていうのは、まああんまりいないと思いますけども、その方たちがまとまったロットを入れると、これがセルの方に動き出します。このメカニズムよろしいですか？多くの方がね、多くの方は初心者、負け組ですけども、ちょっとひどい言い方しますけどね。多くの方が小さいロットを入れてもあんまり変わんないんですよ。でも中級者以上の上級者が入れるロットってのはでかいですから。で、そうなると、少数の人の大きなロットが市場を動かすんですよ。大勢の小さいロットが市場を動かすことはありません。ですから初心者の思った通りにはならないんですよ。初心者の方が、いろんな理論理屈を作ったところで、上級者の方のさらに上を行く理論理屈と、ロット数には叶いませんからね。だから初心者の方が、自分がエントリーした瞬間逆方向に動いていくなって感じるのはそのためです。ね、わかりました。ここを理解するのに私もちょっとね、時間かかったんですけどね。はい、じゃあ、1時間見ていきましょう。はい、1時間を見ると、チャンネルラインを引いてますけども、ここね、どんどん右肩下がりになってますよね。私がチャンネルラインを引いたのは、ここと、ここと、ここが確定したんで、ここから引っ張ってみました、実体からね。そうすると、この点が予測できたわけなんですよ。ここもですけどね。そうするとエントリーはしませんけども、ここに達した時にセル、ここに達した時にセル、そして今ここに達しているんで、金曜日の方向性はセルでエントリーできるってことになります。ただエントリーしませんけどね。こういうふうな考えを積み上げて、大きな勝負に出てるってことなんですよ。で、こういうふうな判断が、外れることもあるし、当たることもあって、トータルでそれを積み上げたときに、大きな勝負面が来たときに、よし、じゃあ125円を目指してエントリーするぞっていうような決断に結びつくわけなんですよ。で、それを結果だけ私このね、相場解説で言ってますんで、なんでなんだろうっていうところが出るのは確かなんですよ。で、なんでなんだろうって私の相場解説で感じた方は、メッセージいただければ全て回答しますからね。根拠がないエントリーなんてしてません。逆に言うと根拠がなければエントリーしてないんですよ。エントリーしない根拠があるってことですけどね。それがこの前顕著になられたロシアのウクライナ侵攻。ね。ファンダメンタルがもう
むちゃくちゃ出る時ですから、テクニカルトレードの私としては手も足も出ません。だから1週間トレードを休みます。1週間後もう1週間休みますっていうことを申し上げたわけなんですよ。だから自信を持って休むべき1週間、なぜならテクニカルが市場に反映されないからなんですよ。ファンダメンタルばっかりなんですよ。でもファンダメンタルもある程度積み重なると、私の場合は2週間ですけども、そうすると今度はね、ファンダメンタルの積み重ねがテクニカルになってくるんですよ。というところで結局はテクニカルの方向に進んでいくってことになります。はい、今回もしっかりとした講義をお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。今回のね、動画相場解説が、あ、なるほどな、非常に分かりやすかったって方は、ここまでしっかりと基礎を積み上げた方です。何言ってるのか分かんないよ、ちんぷんかんぷんだよって方は、まず基礎用語を覚えてください。その上でフォーメーション分析ね、こちらの方をまず身につけてください。でないと私の相場解説、こういう風にね、講義になった時に全く理解できませんから。でもちゃんと積み上げた方が私の講義を聞くと、さらに力がつきますからね、勝てるようになります。はい、じゃあ本日は以上でございます。4月も頑張っていきましょう。